滞在の中日は休息日とし、掃除洗濯などをしながらのんびり過ごしました。電源スイッチを入れて、4スイスブランを入れて、この洗剤をこの引き出しの中に入れて、40度に設定して、スタートボタンを押しました。今待っています。もう一回、あと1時間1分。最初1時間6分って出てた感じです。うん、大丈夫か？大丈夫。水がまだ入ってる。水道栓をね、開け忘れてました。水が出てきました。ここはゴミの分別が細かいです。ガラス、トラッシュ、コンポスト、テトラパック、缶、カートン、ペーパー、ミルクボトル、プラスチック。右端はペットボトルです。食品くずには紙は入れるなと言われていたので、最初ティーバッグの袋から茶葉を取り出して紙と分別していたのですが、いろいろ疑問になり、分別疑問品リストを書いてオーナーさんに回答を記入していただきました。回答では、ティーバッグはトラッシュ、コーヒーをドリップした跡というかカスはコーヒーの粉は食品くず、ペーパーフィルターはトラッシュに分けて捨てるということで、同じお茶でも扱いが異なりました。まあ、ティーバッグを割らして分別するのは面倒なので、その辺は妥協しているのかもしれないなと思いました。電源スイッチ入れました。でお金を4スイスフラン入れます。で、どれだ、イージードライでいいかな。あ、消えちゃったやん。あ、20分だ。じゃあ、なんか4も入れなくてよかったのかな。1時間4スイスフランなんで、今イージーコースを選んだら20分だったので、4も入れる必要はなかったです。
真ん中。ああ、